クイックテイク100クイックテイク200クイックテイク200アップルクイックテイクはアップルコンピュータが過去に販売したデジタルカメラであるクイックテイクという名前は2019年9月にアップルイベントで発表された iPhone 11 Pro Pro Max の動画撮影機能に再利用されているマッキントッシュ専用のデジタルカメラとして1994年2月に発売された カシオ QV-10 より1年以上早く、デジタルカメラの黎明機を代表するモデルの一つである。コードネームは Venus。製造は c o d ク c が行っていた。現在一般に発売されているデジタルカメラとは異なる双眼鏡のようなデザインであった。フラッシュこそ内蔵していたものの、レンズは単焦点のパンフォーカス。CCD はビデオ用の35万画素、液晶ディスプレイや、 イベフなども搭載されていない。操作は、光学ファインダーを除いて、シャッターを押すだけであった。記録画像は 640X480 のピクト形式で、内蔵のエプラムに記録される。画質は2段階に調節可能で、高画質の場合は8枚、通常画質の場合は32枚の記録ができた。転送は付属のシリアルケーブルを使い、プリンターポート、またはシリアルポートで行う。 当時のアップルの宣伝映像では、撮影した写真をワープロ文書に貼り付けて、学級新聞を作るといった利用方法が紹介されていた。クイックテイク100の後継として1995年5月に発表された。コードネームはマーズ製造は引き続きコダックが行っていた。クイックテイク100に比べて記録枚数が2倍に増えたが、 それ以外には外観を含めて特に変更点はない。別売で Windows 用接続キットが用意された。クイックテイク100をクイックテイク100プラスに有料でアップグレードすることも可能であった。富士写真フィルムとの共同開発で富士写真フィルムのデジタルカメラ、Clip It DS-8 の OEM であり、1997年2月18日に発表された。 消去モードがゴミ箱になっているなど、マッキントッシュユーザー向けのアレンジが加えられていた。コードネームはネプチューン。デジタルカメラ専用設計の製法画素 CCD を採用、液晶ディスプレイ、撮影モードダイヤルなどを備えており、現在のデジタルカメラに近い外観である。記録にはスマートメディアを利用するため、Windows でも使用できた。マッキントッシュに接続すると、 マスストレージとして写真を転送することも可能であった。1997年、スティーブ・ジョブズのアップル復帰による不採算事業の整理に伴い、アップルはデジタルカメラ事業から撤退した。ありがとうございます。